つまればロシア、すなちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今日も引き続きアメリカのニュースを紹介していきたいと思います。今日のゲストも引き続きオリバーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではじゃあニュースをお願いします。自粛が許せないアメリカ人がマスクなし集会抗議。アメリカミネソタ州の街で先週末恒例のロデオ大会が無観客での開催とされたことに反発し、数千人がマスクなしで会場に詰めかけました。アメリカ国内では感染予防に向けた対人距離確保やマスク着用のルールに対し自由の侵害だとして抵抗する声が根強いです。各地で抗議デモが起きたり、店舗の従業員や保健当局の職員らが脅威にさらされたと報告が相次いだりしております。オリバーさん、あれですね、あの町内のこの放送みたいな呼び方しますね。一応アメリカのニュースあの町です。あのたまに清瀬でも何おじいちゃんが迷子になりましたみたいな放送を受けたりするのを、迷い人が発生いたしましたみたいな、それに似た雰囲気をちょっと感じてしまったわ。愛着があるのかもしれない。なるほどね。アリちゃんどうなの、なんかマスクしてる？マスク、うん、外今暑いよね、マスクするの暑い、ちょっときついと、やっぱり人いないとマスク取っちゃう。いやでもな、それは推奨されてんねん。あのマスクっていうのはずっとするべきじゃなくて、人にうつさないためのものやから、やっぱりこう近くにいるときはするべきなんだけど、人と離れてるときは熱中症対策に外した方がいいでって、これ NHK が言ってたから。でもそれでも未だにこうなんていうの、マスクすることで自分がかからないって信じ込んでる人たちが多分いっぱいいると思うねん。うん、それでなんか人がいようが人いなかろうが、とりあえずマスクつけてなんかもう自分を守ろうみたいな感じでいる人がすごい多くて、マスクは決して自分を守るっていうかね、うんうん、その相手を守るみたいな感じだから。でもな、俺なこれな、叩かれるかもしれんけど、うん、結構この人たち、この自粛が許せないアメリカ人たちよりの考え方に今なってる。どういうこと？こうなんかいろんな人たちがこう何千人とか何万人が集まってマスクせずに、いやまあそこは良くないとは思うけど、それはもちろんむやみやたらに感染をするって、この抗議の仕方は良くないなとは思うねんけど、うんうん、ちょっとなんかこう自粛警察的なものも含め、もう行き過ぎと思ってまうねんな。もう今もさ、電車に乗ってきたわけよ、うん、ここに。でまあマスクして乗ってるねんけど、一応念のため。でさ、今めちゃくちゃ暑いやん、もう尋常じゃないぐらい暑いわけよ、うん、なのに窓開けてんの、換気のために。電車の要は換気してウイルスがこう閉じ込まらないようにするためにって、うん、でもこっちとしてはだから暖房がもう効いてるんだけど効いてないの、もう暑いので、汗だらだらだし、でこっちは俺結構暑さに弱くて、もうあのいくら水を飲もうがいくら舐めを舐めようがクラクラしてくんのよ、もう、うん、暑いと。頼むから窓を閉めてくれって思うねん。そのあのなんていうの、コロナよりも俺は熱中症で死ぬ確率の方が高いと思ってる自分は。明らかにその方が圧倒的に脅威なの今は。まあでもそういう人もいるんだろうね、その外って歩いてて、そのもう息ができないって言ってた人とか。そう、個人的にはもうコロナ対策車両と熱中症対策車両にも分けてほしいね今。熱中症で死ぬかもしれんもんって俺、暑すぎて。それでもいいね、この分けるのもいいですね。思わへん、だって必ずしもそれがコロナじゃ熱中症になる確率を無視してまでコロナ対策はした方がいいのかって俺思うね。もう夏はきついよね、もうどっちか選んでくださいって感じだもんね、熱中症になるのかかかっちゃうのかっていう。そうで、まあそんなにね、なんかもうなんだろうね、このアメリカって今1日何人ぐらいいるんやろ、感染者数。7万人ぐらい。7万人で 1日毎日、はい、平均で、まあ総合、まあそれ合計感染者数が496万人、まあ約500万人。めちゃくちゃ違うやん日本と。死亡者が16万人。ほう、まあ
なのでダントツなんですよね。だこういう世界一なんだ。世界一、世界一。でもさ、もう1日7万人とかが感染してたらさ、あの友達のあの子とか、友達のあの子とか、周りに感染したことのある人がもういくらでも出てくるでしょ。もう周りみんな感染してる可能性が高いね。かなり出てくるでしょ。ってなるとさ、まあそう感染した結果大したことなかったって話がもういっぱい聞かれるわけじゃん。あ、ほとんどは症状が軽いでしょ、まあ、若い子とかだとってなると、まあ、大丈夫じゃねっていう気持ちになってくるのはもう分かるよね。そりゃそれよりもちょっと楽しいことやりたいみたいな感じがそれなってくるのは当然よ。いやそうだけど、でも実際さ、おばあちゃんとかおじいちゃんがちょっと危ない目にさらされるっていうのもあるわけでしょ。それは分かるよ。おじいちゃんおばあちゃんとかがね、うん、危ない目になるっていうのは分かるんやけど、おじいちゃんおばあちゃん普通の風邪でも危ないでしょ。まあおじいちゃんとかおばあちゃんとかが嫌がるのは分かるけど、若者からしたらさ、うん、もうそれ以上に楽しいことやってやっていきたいし、もうそれで何もかも活動を停止するって、毎回ね、何かこのパンデミックによって毎回全部止まっていくってなったら、もうそれはね、これがもうゾンビウイルスとかなら分かるよ。恐ろしいじゃない。まあ、これね、感染したら死んでゾンビになるとかだったらね、あのウォーキングデッドみたいなものでしょ。だからそれは恐ろしいけど、まあほとんどの人が軽症で済むってなると、それはもうそれに対してあの少数の人がまあ危険にさらされる可能性をのために我慢しなさいっていうのはやっぱいつまでも通用しにと、日本はね、日本は真面目だから、うん、すごくそれはうまくできるんだよね。このみんなやっぱ意識が高いから、アメリカの場合とかだと謝ったら負けっていう感じなんで、なるほど、勝ち負けなんですよ基本的に。だからその相手に従うイコール負けっていうところもあったりするんで、うん、それがいいところに働けばいい結果を見ますけど、まあ、こういうふうに働いちゃうと、まあ、感染者数が増えて、じゃあ大統領がもう逆のこと言った方がいいんじゃない。もうみんな出てください、みんなかかってくださいって言ったら、みんなこう出なくなる。それはそれで自粛になるのかな。でも出るやつは出るし、それ聞くやつもおるから難しいけど、でもやっぱもうゾンビウイルスですって言った方がいいんじゃない。アメリカ人ってゾンビウイルス好きでしょ。映画全部アメリカの映画も5本に1本ゾンビが出てくるじゃない。なんか知らないけど、ゲームも映画もそうでしょ。ゾンビと銃ですね。だから恐ろしいと思わせたいなら、もうちょっとハリウッドゾンビだぞと言った方がいいんじゃない。ハリウッドとかも協力して、そう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 、でいろんなこうなんかメイクをして、みんな特殊なメイクで本当になってるっていう映像を撮ってニュースに流した方が絶対早いかもしれないね。だってこんな、これだってでもここに出てきてる人たちはなんかやっぱりなんだろう、カーボーイ的なさ、こうすごくワイルドな、まあ、ロデオですからね。あ、そういうことか、はい、もうそのままだね。ただもうロデオとか関係なく、アメリカ全体で大人数の人たちが集まる集会パーティーっていうのを、まあ、開催されてるんですよね。あ、そうなんだ。はい、そうです。なので、まあ、それは要は警察だったり国が言ってことを無視して、うん、みんなで遊びに行っちゃう、まあ、要は言うこと聞いてない。もうめちゃくちゃ広まったから、もう風邪でしょうぐらいなもんだと思う。いやでもすごい今でもやっぱり死者数が増えていってるような状態なんでしょ。そうかな。もうなんかある程度さ、もう世界トップです。世界トップなんだから、まだ伸びてるんだから。でもさ、とはいえ怖くない。だってそんな十何万人の死者っていう数字が、この人たちマスクしてないですからね。そう、もうみんなサングラスだけはしてるのに目だけ隠してる。いやでも何やろ、俺が死ななけりゃいいよって思っちゃうと思うよ、やっぱ人間って。十何万人死のうが、私がビールを飲めないんだったらロデオを見てビールを飲めないんだったら10万人死んだ方がいいって、うんうん、そんな考えなの。そうだって、私は何のために生きてるのっていう、やっぱ楽しみっていうことなんじゃないの。楽しみのために生きてるから、うん、だってもうそんなこと言い始めたらな、なんか美味しいものを食べるって何かの犠牲のもとにあるわけでしょ。そうです。戦争とかをさ、何か実はどこかでしてたりとかするからお金が入ってくる一面とかもあるからさ、誰かの犠牲を恐れて自分の幸せをつかむことを我慢するっていうのは、そもそもこの資本主義社会ではフィットしないと思う。やっぱり誰かの犠牲の上に自分の幸せがあるっていう、それがもう今の人間の構造になっているから、まあ、ジレンマの一つですよね。そう。だから実際目の前に危険がないものに対して恐れてくださいよなんてことを言っても刺さらない。それを真面目に聞くのは日本人が日本人だから。
まあだからすごいことだと思うよ。それだけね、なんか聞いてる人が多いっていうのは、あのもうロシアでもすごい言われることだし、あのやっぱりマスクつけてって言われても、そのマスクつけない人が多かったりして、そのスーパーとかに行って物を売ってください、で物を売ってくれないと、マスクしないと売りませんって言うと、もう怒ったり喧嘩したりっていうのもあったし、すごいいっぱい、やっぱり日本はそこ素晴らしいなと思ったけどね、うん、この今の資本主義の社会の一番弱い部分というか、一番ジレンマになってる部分を、結構コロナはね続いてると思う。よくっていうところですか。いいのか悪いのか分からないんだけども、いろんな人間関係のつながりだったり、幸せ、楽しみ、あの豊かさっていうのは何かの犠牲の上にあるんだっていうことに対して、すごい続いているなって思うの。ゴルバチョフとかもさ言ってたけど、日本は世界で一番成功した社会主義国だっていうふうに言ってたぐらい、ちょっとこう日本って集団がすごく重んじるところがあるから、こういうふうになるんだけども、やっぱりその個性を大事にするとか、その要はもう競争社会の中では負けたり死んだりする人がいる上で勝者がいるっていうのが今の、まあ、世界の基本になってるんだけども、他人のために我慢をするということを、そもそもそういう教育じゃないのよ。あ、違いますね。そもそもだって個性は大事だって、あのビヨンセとかも見たら、それ私が私のままであるために私はこうよっていうのがすごく素晴らしいとされてでもそれは素晴らしいことじゃ素晴らしいよって、一人の幸せのために、もちろんで、それによってもちろん不幸になる人はいないようなことだから、それはすごくあれなんだけども、ただそれによって何か誰かが犠牲になっている、誰かにとっては迷惑になっているっていうパターンもあるっちゃあるから、だからその社会全体をみんな平等に、みんなと同じようにして、うまく社会全体で上を目指そうねっていう感じでもないのよ、そのベースが、っていう風な教育を受けている人たちが、誰かのために我慢してマスクして家で座って待ってなさいっていうのを受け入れるかっていったら、それはね、まあ、教育が違うもん、根っから、まあ、教育というか、まあ、思想、根っからのでも一番ね、最初のこう育ってる環境が全然違うわけだから、そこが多分そうなんかしたくないとかっていうレベルじゃないんだと思う、分かんないんだと思う、そういう考え方が、うん、感覚がないですね、うん、誰かのためにって、なんで誰かのためにみんなで我慢しなきゃいけないのっていうのはやっぱある、うん、そう思ってもないと思うよ別に、そういう言い方をしたら、もちろんそんなこと言われたらそれは我慢するよってなるけど、そういうことじゃないじゃん、なんかこれって自然と行動に現れることだから、うん、自然と行動に現れた結果がこれだからね、意識してやってるとは思わないよ、その誰かがコロナで死んでしまえばいいなってことを思ってしてるわけではないけども、うん、ただその意識の低さっていうところからそういう行動が出てくるにはなるんかなと思うけど、決して彼らを俺はバカにはできない、なぜなら今の人間はみんなそうであるから、まあ、だから時と場合によって、そのこのなんていうの、自分が一番っていう行動が良かったりするのもあるけど、今のこのコロナのね感じになって、その自分のためにっていうのはやっぱり適してないっていうか、良くないよね、うん、だから日本はだからどうするかはっきりした方がいいよね、どうせアメリカのさ動きによって同じようなことをやるわけでしょ、政府は。安倍さんもそうで GoTo しなさいと、小池百合子がいくら GoTo なんてとか言っても、うん、もうこれ以上言ったら俺消されるかもしれないから、この辺で我慢するわやめろよということで、今日はゲストのオリバーさんに来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかったです。本当に、あ、ほんまにニヤニヤして